内の梨の切り方、横にして、はい、真横に切ります。これを使います。ティースプーン。この芯の部分をこういう風に、2、3、4、くるりという風にやっちゃいます。こんな風に、はい、抜けました。切っていく時はもう普通に4等分十字にして、はい、皮は長くないからね、くる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 回したりとかもしないんで、すごく早いです。はい、ぶどうって中に種が入ってるとすごい嫌じゃない？使うのは、はい、どんなフォークでも大丈夫です。それをぶどうのこの穴の部分、ここのところにもう刺しちゃいます。こうやって刺しちゃい、あ、見えるかな、こうやって刺しちゃいます。ここから切っちゃいます、私は。で、開けます。で、種をここからもうこういう風に取るようにしてます。食べる時も結構すごいね。うん、うん、うん、ぜひ皆さんやってみてください。